いけ。お、いったいったいった。よしよしよし。よしよしよし、いけ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 、頑張れ頑張れ。空回りしてる。少し手でサポートしてあげると、おー、いけるいける。勢いがつけばいけんだよな。厳しいな。こうやると、あのベルトがまっすぐ貼られないで、ここに当たってしまうんだ。まいったな。どうしよっかな。いやー、こんな感じでモーターつけたいなって思ったんだけど、見ての通り、このプーリーとこの弾み車の高さが、プーリーの方がちょっと高めになっていて、ちょっとベルトを張ってしまうとこの部分に当たっちゃうんですよね。プーリーが高い、こっちの弾み車は低い位置にあって、モーター側のプーリーは弾み車より高い位置にある。そうするとベルトがこの部分に当たってまっすぐ張られない。どうしようかな。これ取って、これだとまだプーリーの方が高いな。ちょっと開くか。開けば、この位置だったらギリギリ大丈夫だな。この位置だな。ベルトを貼ることとかできなくなっちゃうけどな。しょうがないな。とりあえずこの位置で、どうかな。これでこうやって回せばプーリーが回る。多分これ重さで大丈夫だな。こっちに来ないな。最初からベルトを貼り気味で、こんな感じで、結構貼り気味で、こんな感じでとりあえずつけて、大丈夫だ。当たってないよな。ギリ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 大丈夫だ。よしよし、じゃ、オッケー。そしたらここに一本つっかい棒、ここで、よし、いい張りだ。ベルトも張っていますね。いいね。これでここの部分にベルトが当たらずに、弾み車よりモータープーリーが下にベルトを貼ることができました。2箇所を締める。よし、あと1箇所を、よし、きつく締めて、そうですね、ガタつきも大丈夫ですね。よし、そしたら今度はクランク部分のネジをつけていきます。
こういうネジが入るようになっていますね。でこれを締めていきます、うん、よし、こんな感じでクランク回ります。そしたら最後にここのカバーつけていきます。古いミシンの場合だとネジをつけるときも結構錆びてる場合が多いので慎重にまっすぐつけるようにしましょう。よし、 OK、 これで初見車の内側につけることができましたね。弾み車にベルトを通してサーボモーターにかけて、もうこれだけで、サーボモーターの重みでこのままこうやって後ろにこう回転させれば多分こうならないんじゃないかな。これがもっと10ミリとかの太いやつになっちゃうと多分太さに負けてこうなってしまうと思うんですが、これ8ミリで結構細いんでサーボモーターの重みでしっかり貼れますね。まあもし戻ってきてしまってどちらかがスリップしてしまうようだったら、まあなんかこの辺に固定できるようなものをまたつけて使っていきたいと思います。まあ、多分この状態でもモーター回るんじゃないかな普通に。よし、そしたら試しに回るかどうかテストしてみます。サーボモーターのコントローラー部分ですね、とりあえずこの辺置いてこのカプラーをつけて、これがペダルの配線ですね。それでは電源を入れていきましょう。はい、よし、回ってますね。大丈夫か、変なとこ当たってないかな。うん、静かですね、やっぱサーブモーターは。うん、スリップも大丈夫かな、してないか。うん、よし、こんな感じでサーブモーターを仮組みしてみました。よし、そしたらこのコントローラーをどこにつけるか、なるべく小スペースにしたいんでどうしようかな。よし、ここにつけよう。よいしょ、この部分はもうここでとも締めにしますね。よし、うん、OK。
はい、家にあった木をかき集めてペダルを作ってみました。まあざっと作ったにしては結構いい出来になったと思います。このようにサーボモーターを無事つけることができました。そしたら次は針を変えていきたいと思います。針の種類が DH の1番、14番ですね。一番太い針で14番までしかないので、これが DH1 の針で一番太い14番となりますね。まあ、このように工業用の針みたいに丸くなってるわけではなく、家庭用針のようにこういうふうに当たりがついてる状態の針ですね。長さの方がこのぐらい、比較してみますと DP5 の針ですね。腕ミシンにつける針となっておりますね。 DP5 の針、結構 DP5 でも短い方の針の部類になるのですが、それよりもっと短い、この長さの違いですね。このぐらい長さが違いますね。下を合わせるとこうですね。このぐらい長さが違いますね。 DH1 の針、これを取り付けていこうと思います。取り付ける向きはえぐれ部分が基本的に右となっておりますので、こちらのミシンもえぐれ部分を右にしてつけていきますね。しっかり奥まで入れて締めます。よいしょ。それでは糸の方を通していきたいと思います。まず最初に通すところですが、ここですね、下のこの小さな糸案内にまず下から糸を通します。今度はこのお皿の部分に左から右に通します。そうしたら今度は天秤ですね、この穴に通しますね。今度は後ろのここに穴が開いてるんですが、ここを上から下に通します。上から下に通したら、そのまま糸調子皿に向かって手前から奥に入れて、そうしたら今度は前のこの部分、ここに通します。針棒に糸を通す穴が開いてるんですが、その部分に入れますね。後ろから前ですね。そしてグイッと引っ張って、この奥から前に、そして最後に針に糸を通しますね。試しにこの革を縫ってみたいと思います。それでは行ってみます。スムーズに静かにやっぱり縫えておりますね。やっぱりサーボモーターっていうのは速度がペダルで自由に決められるので扱いやすいですね。このような感じで縫えてますね。それでは糸調子はどうなっているのか、ちょっと見ていきたいと思います。もう少し締めて、はい、これで2回目が縫えましたね。このような感じで管縫いミシンの特徴でもあるチェーンステッチ、なかなか綺麗に、いってるんではないでしょうか。もう少し微調整、もう少しだけ締めてみてもう一回縫ってみますね。いいですね。このような感じでこのぐらいチェーンになってれば実用的に使えるんではないでしょうか。こっちの面を見せて飾りのようなステッチとして使いたいと思っておりますね。革でも十分やはり縫えることが
わかりました。ちょっと2枚重ねして厚さ的には 2.4 ミリとなりますね。いや多分厳しいなこれ。それではいきます。あーやっぱり厚いとここがスリップしちゃうな。うん、スリップしてますね。そりゃそうだいな。すごい刺さるのに抵抗が、あもう針が結構しなっちゃうな。結構厳しいな。あまあいけなくはない、勢いをつければいけなくはない厚さですね。やっぱり糸調子をもうちょっと強めてあげる必要がありますね。というわけで、無事に、貫縫いミシンにサーボモーターをつけることができました。これから先活躍してくれるものだと思っております。